ここは奥井がいてファンマにボールが入った。ファンマからスイッチをしてバナナからさあ奥抜きだ、先発起用に応えました。今季初スタメンで見事ゴールです。先制は大宮アルディージャ。まあ、ここの高い位置での奥井選手の守備からスタートしたんですけども、やはりこう前向きに守備してボールを奪ったときはやはりいい攻撃までつながりますよね。それでバーマ選手が一つ起点作って、まあ、角度のない、難しいシュートだったと思うんですけれども、非常に、ね、奥貫選手、冷静に最後シュートを逆サイドによく振り抜きましたね。